今日なんですけど、昨日ね、たくさんの量のお酒を僕らみんなで飲んだんですけど、めちゃくちゃ飲みましたね。本当にめちゃめちゃ飲んだ、ね、帰ったら何時ですかね、8時ぐらいですよね、朝。そうだねそれまで浴びるように飲んで、で、ミクルは朝から飲んでたんで、僕らよりもう量飲んでるんですよ。朝からって言っても24時間ぐらい飲んどるってことですよね、あいつ。そうそうそう、いや、いいなで、僕らはまだ夜からだったんで、ミクルほどは飲んでないんですけど、まあ、僕らも若干二日酔いだよね、うん、まあ、今日はね、絶対二日酔いになってると思うんで、今寝込んでると思うんですよ。あれですよ、本人的には二日酔いになったことないらしくて、あ、検証も兼ねてるんですよね。あれだけの酒飲んで、うん、もう別れ際とかも結構ベロベロだったじゃないですか。そうだね、あれって二日酔いにならんかったら信じていいと思うんですよね。あ、そうだね、まだ僕酔っ払ってますね若干まだ入ってる、酔っ払ってるし、ちょっと体調悪いですもん、もうわかるわかる。だから大量のね、そのとりあえず飯をミクロの家に今から持ってこうかなと。絶対いらん、マジで食べれるのかなと。検証、そうですね、二日酔ったら 100% 食えんすからね。そうだよね、ジュリエロ買って嫌がらせ、新年早々嫌がらせしていきますか。じゃあいきますか、ね、じゃあ、はい、大変だったわ、私買うの買うのがめちゃめちゃ大変でした。何買いました？これ寿司です。寿司、まあ、なんか50貫ぐらいあるか。50貫ぐらいと、いきなりステーキですね。めちゃめちゃ買ってきました。いきなりステーキ何個頼んだんですか、これ。広告に載ってたやつ全部買いました、ね、はい、買い占めです、ね、からの小籠包30個と、と唐揚げ30個。はい、寿司どんぐらいかかった？2万3000円とかです。あ、俺も2万ぐらいだから4万円分ぐらい今から持ち込んでいきたいと思います。三が日これでいけるやつ残りどんな反応になるかちょっと僕も楽しみなんですけど、はい、突入しますか。じゃあ、はい、100% 寝てるんで行きましょう。はい、疲れる、疲れる、めちゃめちゃ買ってるやん。あれ、これいいもん、めちゃめちゃ買ってきてる。何これ、いいもの、縮小かい、縮小かい、え、てか大丈夫、え、どうした、どうした、急にあれこれこの量やばくね、なんか普通よ、普通なんだけど、ね、普通って、え、普通じゃない、副業はなったことない今まで人生。ガチやん、何そのケロッとしとんの人生で一度もなったことない。え、お使い方なんて、これで使い方知らんもん。どういうことなの、あ、食べるの、食べるきっかけってこと。全部食べる、全部食えるかよこれ俺減量終わったばっかだから胃がちっちゃくなってほしい。え、何、全然食えるの？全然食えるよ。マジで、マジか。え、俺らそんな感じじゃなかったですもんね。サムネ取ろうじゃん、まず。見てください、昨日開けたばっかのウイスキー。昨日マジ何リットルぐらい飲んだっていうぐらい飲んだよね。あの、俺朝の10時から飲んでたんで。これあれですよね、視聴者さんからもらった。ケラッとしすぎじゃないじゃん。だから、24時間だってぶっ通しぐらい飲んどったら、自分一人で。20時間ぐらいだ。えぐいだろ、マジで。いや、もうさ、俺らさ、もうさすがに今回は潰れとんじゃないかなって思って、うん、俺とたくま。なんで潰れたのよ、この持ってきたの。あ、嫌がらせ。あ、そういうこと？そう、なんか、そう、二日酔いのはずの朝倉研究所の家に、そうそう、あの、この量の飯持ってったら。いや、ありがとうって感じだけどね。マジかよ。ありがとうだった。ありがとうだった。やばいね、でもこれはさ、ただの大食い企画になっちゃうね。大食いも多分いいんじゃない。ああ、まあ総額いくらこれ。総額4万です。アホだわ、これ絶対どころいい。まあでも食べるしかない、うん、同じもの買いすぎなわけよこれ俺大食いできるタイプじゃないからね、ちなみに腹マジで取ったからケロッとしすぎなんだけどマジで、うん、ちょ、もしかして俺2日目だったことないよ、人生に1回もね。あれだけ飲んで、飲ろう飲ろう飲ろう、マジで俺知りたいもん、どういう感じなの使い方。吉田君若干使いです。若干ね、もうちょっと若干頭痛い。マジで何もない。マジか、何もない。ステーキたちです。重いなぁ、なんか重いぞこれ。この量です、やばいでしょ、買いすぎでしょこれ。いくらなんだろ、二日酔いとか関係なしに食えんでしょ普通の人どう考えても3人で食えんと思うよ絶対。だってこれ300とかでしょ、300×1、2、3、もう3キロぐらいあるよこれいや、これ頑張って食うしかないよね。でも食うしかないよ、うん、
大食い企画みたいになっとるよねこれ。でもマジでサブチャンで多分見てもらってあの減量のきつさ知ってもらえたと思うんですけど、本当にね飯がうまいわ。この久々のもう食うもの全部幸せに感じるもん。ただ胃はちっちゃくなっとるのにこんなもんできやがってしかもね昨日あのみんなで飲んだ後に寿司屋行ってるんですよこれ食ったばっかなんだよ俺まあじゃあ食べていきましょうか。とりあえず本当にね気持ち悪さとかはゼロです本当に。いやそれがすごいな。すっきりしてる。ドリンク酒じゃなくて酒は別にいらんくない。このビールとかあったら飲みたかったけど。まだ飲みたいか。いやなんかもう完全にねリセットされてる一回寝ちゃうとリセットしちゃうんだよね。へえ。でもまあ酔ってもなかったしね。酔っとったよ昨日。酔っとったねそれなりに。じゃだけどなんていうのそのベロベロじゃないじゃん。まあね自我があるというかさ、うん。でも俺らはさ、ベロベロになるまで飲んだことなくない。酔ったことなくない。てか、ならんくない。どんだけ飲んでも記憶なくなったこととかもないしさ。そうだね、うん、だから俺、信用できんもん、そういう人たちの都合のいい女の人とかがよくさ、男とかとホテル行って記憶ないとか言う人おるやん。それもただのチャラいやつだと思っとるから偏見かもしれんけどじゃあ、なったことないからさ。まあ、そうだね。じゃあ、食べてきます。いただきます。喜んどるところ。めちゃくちゃ元気じゃん。喜んどるあたり。カニ味噌からいただきます。普通なんだけど。うまっ味わっちゃってんだけど。めちゃめちゃうまい。じゃあいくらいきますね。でもね、本当に胃はちっちゃくなっとると思う。うん、めちゃめちゃうまくないこの寿司が。昨日食ったばっかだけど、やっぱ俺一番寿司が好きだわ、うん、あ、そうなの。で俺海鮮大好きだからさ。ああ、まあそうだね。で、なんか減量中とかもさ、肉は食えるわけよね、うん、だからもうなんか、くどいもん光景が、光景がくどい。たくまのセンスは良かったみたいなね。ああ。俺、油っこいもので攻め込んだから。このさ、最強の婦人さんじゃん。唐揚げこれ。そう。これさ、買いすぎなんですよ、量が、マジで。こんなにはさ、ギャル曽根とかしか食えねえ、こんな。俺、大食い選手じゃないんだから。ちょっとだけ持ってってもさ、面白くないじゃん。まあね。やりすぎたろぐらいがちょうどいいんですよ。そうそうそう。まあね。味噌汁は味噌汁なんかないよ。味噌汁だけ欲しいに、こんな。たくま味噌汁作ってじゃん。味噌ある。具は梅しかない。具は梅。あ、卵があるからなんか卵で作れん。いやマジでうまいな寿司。幸せ感じてる。うん。食べれることの幸せ感じてる。ああ。うん。なんか皆さんもやってみた方がいいと思う。一日だけでもいいから朝から晩まで何も食べずに次の日自分の好きなもの食べてみたらどんぐらいうまいか、うん、なんかありがたみを感じるね。ああ。うん。本当になんかリアクションしづらいうまさ。普通。うん。だけどそれ一応専門店だったけどね。なんか小籠包うまいんじゃないかな。これだけは絶対うまい。うん、うまい。めちゃめちゃうまい小籠包。じゃあ気が乗らんけど肉いきますか。俺種類全部違うからね。一応ハンバーグもある。うわこれはうまいね絶対。これレンチンしたいねマジで。ちょっとあったかいぐらいだと思う。めちゃめちゃ硬いよもうすでに。そした感じでは言うと。うん、ぬるい。あんだけ飲んだ後にうまい、めめめめすげえやこれ食べてる怪獣やん。ただの怪獣です。正直さ、うん、今俺の状況さ、うん、この辺行きたくないもん。これだけなら行けるけど寿司この辺はもう行きたくないからね。俺的にもそうだよ。それは別になんか二日酔いとかは全くないけど減量終わったのにまた肉みたいな。あ、でもうまいわ。いきなりステーキこれうまっ。いきなりステーキよく行くんですよ俺。ハンバーグ食べるかな結構。ハンバーグ、ハンバーグはライスつけれますか言ってたけど、さすがに持ってこんかったけど欲しかった。欲しかったね。欲しかった、ね、いやもういらんねん。こんなんこんなんだ。カニ、カニいきます。うまっ。ハンバーグ温めてもらいましたんで。どんな感じかな。うん、気持ちぬるいねまだ。ちょっとぬるかった。うん、うまい。ハンバーグうまいわ。いきなりステーキの、いきなりステーキさんをもしかしたらこの動画を見て俺のスポンサーになってくれて、いつでももう1年間なんか無料券とかくれるかもしれない。ああ確かに。フリじゃないですよ、フリじゃない。あれだけ飲んでこれで食える。ハンバーグいけん。めちゃめちゃうまい。マジでうまそうに食うな。本当にうまいと思って食ってるからね。うまさ多分普通の人より感じてるわ。うまっ。幸せそう。なんかさ、我慢と幸せってさ、対極にあるよね。昨日酒飲んだ時もめちゃめちゃ楽しいなみたいな、
1ヶ月間我慢しとったわけよ。でもタクマは僕が試合中も毎日一人で酒を飲んでたんですよ。そういうタクマは別に変わらない日常なんで、その毎日やってることなんでそんなにね幸せを感じないんですけど、我慢した分やっぱり幸せが大きくなると。まあ、お金持ちってめちゃめちゃうまいものばっか食っとるやん大体、うん、毎日毎日なら別にうまいもの食ってもまあああって感じで幸せを感じんじゃん。だけどあんまり普段食べてない人がさめちゃめちゃ高級店とか行ったら幸せを感じるのと一緒で、でやっぱ我慢と幸せってなんか隣り合わせにあるよね、うん、だから相手我慢するのも結構俺やってるね、自分でコントロールして、うん、相手飯抜くとか幸せが待ってるから頑張れる。そう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 。でもなんかその感じなら普通にいけそうだね本当に。いや結構腹切り始めてる。あれマキさん結構食っとるからだこれ。休憩で小籠包いったんですからね。一番小籠包がうまいのよ。今2時ぐらい2時半ぐらい。俺たち晩飯までこれだ今。うん、非常に言いにくいんだけどちょっとね腹いっぱいになってきたわ。非常に言いにくいけど。いきなりステーキさんのやつハンバーグしか食べてないけど。いや食ったよこっちも。あ食った、うん、吉田君もじゃあ助っ人で。そうだね、助っ人入ります。もう今8分目ぐらい来るから。はい、小籠包行ってみ。吉田君だって大食いじゃないやん。大食いだっけ。いや別に普通。どう勝ち。マジでうまい。うん、うまいね。僕これ1食目です。いやうまいわ。痛風になりそうなものが好きだからさ、一回尿管結石になってるしのね、東京来た瞬間。尿管結石ってなんか男性がなる病気の痛いランキングワースト3位やってる。あ、そうなの。うん、脳梗塞とかの次ぐらい来とかね。俺マジで朝起きた瞬間にさ、俺腹刺されたと思って誰か。俺その頃恨みとかなんか狙われとったんや、いろんな人に、うん、俺誰かに刺されたなと思って起きて。したらなんか普通に腹痛いわけよ。で何も刺さってなくて、下痢とかそういう系の痛みじゃないんだよね。トイレ行ってもなんか別に何にも出る気はせんけど、マジで痛いみたいな。俺自分で車で運転して行ったんだけど、もう痛すぎて、冷や汗もバーバーかいて大渋滞で。出た。やべえ、マジか。マジ俺救急車もかなと思って。これは死んだなと思ったもん。心折れそうだった。うん、うまいよ。うまいけど腹いっぱい。ウニ行こうかな、じゃあ。うん、どう？勝ち勝ち勝ちウニ。あ、寿司やっぱうまいな。うん、タクマも食いたくなってきたんじゃない。こいつ最初兵器だから。はい、ボスだから。タクマ食うのドパ早いから。勝ちウニやんこれ。早すぎてびっくりするもんね。え、でもタクマより俺の方が早いよね。うん、そう、その早食いを見くるのが早いです。あ、やろうとしたらってこと。普段食いでもタクマの方が早いから。普段食いは分からんけど、速さは本当に俺の方が早い。食パン1分いけたもんね。食パン1分やばくない？やばいよね。でも何もないね。食パン食べてるに来ると可愛かったよ。俺ハムスター食べてる。マジで可愛かったぜ。もく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 。ハムスター食いで行ったから。うまいんだけど腹いっぱいだわ。でも腹いっぱいって言い出したら結構なんだかんだ食っとるよね。うん、食っとる間にだいぶ消化しとるから。意味が分からん。分からん。分からん。分からんって、それは。食っとる動作のうちにこっちは修復し始めたのよ。ドフラミンゴのあのローにやられた時と一緒。内臓が動き始めたから。人間じゃないってこと？じゃあ人間だよ、普通の。どうすか、吉田くん。いや、うまいよ。二日酔い君の肉。肉はいらん。言いに来ます。寿司だったらいけますね。じゃ誰が買ったの、こんだけ。二人でよ。たくまは寿司選んで、やっぱ買った人が食わんというかね、責任を持って最後は。何が？肉。まあもうでも食べるよ。逆ドッキリになってない、なんか。何がって一番分かってる。一番分かってる。分かりまくっとる人が聞くやつ。頑張って食べるよ、もちろん。唐揚げとかマジで少しもなんか進まんもん。カニうまっ。刺身だもんね、普通。そう、刺身ってあんま食えんじゃん、カニの。ああ、確かに。昨日も食べてないしね、カニの刺身は。寿司の時。もう今開けて1個食ってしまって申し訳ない。唐揚げにしたらちっちゃくないなんだけど。唐揚げ食べました。ちょっと食べてみ。これ食レポしてみて、マジでこれうまく食レポできたらすごい。俺マジで言葉に困ったもん。なんかかもなんか不可もないってこういうことなの。じゃあいただきます。うん、わかる。全然分かってないけど、顔が全然分かってないんだけど、分かる。甘い。めちゃめちゃうまいです、これ。なんかね、肉質もいいんですよ。
わかるの時のさ、顔が分かってなかった。マジで。味はめちゃめちゃうまいよ、実際。温めたら、これ最強になると思う。食べますよ、じゃあ一旦。なんか、うまいけど、パサパサしすぎてない？あー、チラチの今度さ、4人でさ、なんてことないことを誰が一番大げさに言えるかコンテストやるか、YouTube で。道端に生えてる草に対してどんだけ大げさに噂話ができるかみたいな。一人一人とって噂話ってなんかでかくするやつ多いじゃん。例えば喧嘩を見たらさ、ヤバかったみたいな、あいつマジでヤバかったみたいなさ、どんどん噂って回ってるやん。そういう感じのバキみたいな喋り口調で、あ、なるほどね、誰が一番漏れるかのコンテスト。なんてことないことも。それ岡呼んだ方がいいな。絶対ね。あの人マジうまいからね、そういうの。1位だね、多分、うん、これね、温めたら味がなくなりました。逆に。そう、逆に。マイナスやん。逆になった。あれ勝ちとか言っとって。負け。負け。完全に負け。味がなんかない。あれ？はないな。味。味ゼロ。そんなことある？本当に。うまみというものが全て飛んでいった。うん、そんなことありますか？冷たい方が美味しい場合もあるんですね。ちょっともう箸が進まん、俺。たくま、だいぶ残っちゃったわ。吉田くん、まだ。まだいけるよ。例えばこれを1個いったら散るかもしれない。でも、吉田くんこれいっとぎん。ひと皿。こんなたくさんあるんだからね。タクマに任せよ、こっちは。大好きだから、タクマに行く。タクマ全部行ってくれよ。うん、そうそう、タクマも食い出すか。ちょっと休憩するわ、俺。バトンタッチしよう、じゃあ。おいしょ、あいただいた、足が。あいつの切りマジで痛かったわ。できました。じゃあ、いただきます。いただいてください。一気に3枚ぐらいいってるね。この箸がいつともあるのか。意外と肉いけるっすね。いける。いや、寿司が本当にうまい。本当にうまかったな。一番うまい、寿司。じゃあ、寿司いただきます。寿司がうまい。寿司はうまい。やっぱり寿司だ。うん、うまい。でも俺さ、気づいちゃったわ。やっぱりさ、うん、二日酔いだ、俺多分。腹減ってんだけど、気持ち悪い、胃が。肉に戻れんくなったっす。だから。最初肉行くべきですね、多分。うん、最初、寿司行ったらもう、帰ってこれ。ちょっと休憩しようかな、俺も。マジですか。早く。いや、あれから結構頑張って食べてるんですけど、うん、ちょっと夜ぐらいまでかかりそうなんで、この動画はこの辺で終わろうかなと。でも結構食べたことない。結構食ったよ。いや、めっちゃ食ったね。カラケだけ余りまくってるけど。あれ、やりたいよね。ASMR だっけ。あ、桜みくる。うん、あれね、あれ朝倉未来、朝倉未来のやつでしょ、あれ。そう、違う。いや、多分そうだね。咀嚼音みたいなやつでしょ。そう俺が食べとる音とかを。あ、それも一回やってみたいですね。うん、佐々木くんにやったらもうくちゃくちゃやると思うよ。佐々木くんは朝倉未来いらずだから。あれなしでもしっかり聞こえる。まあでも、とりあえず久々の飯はうまかったっすね。なんだっけこれ、何の企画だっけ。あ、俺の二日酔いのあれだっけ。そう、二日酔いで。二日酔いにはならないってことです、僕は。ちょっとびっくりした。びっくりしたっすよね、結構。知っとったでしょ、俺の酒の強さ。いやでも、あの量いったの、酒かなり飲んどったじゃないですか、昨日。うん、あの量ではさすがにちょっとなんか変わってるだろうと思ってきたんですよ、ね。全く何もし、久しぶりだったじゃん。うん、確かに。だから、来てんじゃないかなと思ってたんで。うん、全然、抜けちゃうわけですよ、なんか。寝て起きたら。まあそんな感じで。フラミクルは二日酔いならず、昨日めちゃくちゃ酒を飲んでいても、飯は普通にめちゃくちゃ食える。まあそうだね。めちゃめちゃ食ったか知らんけど。常人ではないですね。うん、まあでも食べよう、これも。食べよう、夜頑張って。夜また酒でも飲みながら、これまた飲むの。やばいだよ、つまらね。体重だな。じゃあ我慢しとったんだから酒を。まあなんで今日はこんなところで、終わりだと思います、はい、ありがとうございました。これ年末ライジンやってダメージやばいじゃん。うん、ほんまにハンバーグみたいな。足のダメージがひどくて、結構なんか動き方がないね、もう、うん、おじいちゃんみたいな、うん、常に痛い痛い。そう、今なら佐々木くん、まあ、勝てるんじゃないかな、そのスパーリングで。だから、あの完璧になる前にさ、一回てみよう。佐々木くんがその一心迎える姿見たいので、一回じゃあ電話してみましょう。そう、電話しましょうか。
話もし。そんな突拍子もなくさ、自分が言うとお前撮ってるだろ、今。え、何も撮ってないですよ。何も撮ってない。うん。誰かおるでしょ、今。吉田君かな。あ、ちょ、吉田君おらんから、タクマか。え、ちょっとタクマに代わって。え、バレてますね。いや、こんなん言わんもん、俺。吉田君が言うわけないもん、そんなこと。まあ、そういうのはね、企画を思いついたやつがやるべきだから、俺とタクマでやるから、今からジム来て。俺も全身怪我してるから、いい判断あるし、うん、じゃあタクマと俺でやってもいいんじゃない、だったら。いいんじゃない、そうやってね、一緒にやらせるのはよくないよ。ああ、ね、そうだね。確かに、確かに。佐田君がそんなこと言うわけないと思ったもんね。まあ、ちょっと久々にタクマとやれるんだったら、久々って何年ぶり、10年ぶりって何年ぶり。